西武、負け方がヤバすぎて八百長疑惑がかけられる。八百長やろこれ。地方、八百長疑惑が強まってしまう。八百長じゃなかったらなんなんだよ。ここぞで暴投するのはマジで露骨すぎや。ちょっとやりすぎだよこれは。プロ野球ってこんなおもろいんか。これトッポとサイのみもらってるやろ。ロッテ集合すれ、冗談でも八百長とかいうな相手に失礼やろ。玉村集合すれ、八百長やろこれ草。弱さを認めて前に進む。西武の弱さは一番よく知ってる。八百長の方がむしろ健全。なあこれ野球協約に何回反してないか。これでハムと楽天には今井竹内当てまくってるのマジで草。事実は小説よりもきなり。ロッテからいくらもらってる、ハエのみ1年分、ってコメント見て草生え散らかした。露骨にロッテに竹内当てないしやっぱり八百長やん。平と棒の冒頭はロタワ。これに3連敗した折は何なんだよ。八百長じゃないと不安になるわ。